地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。今回は福岡県福津市で起きた正面衝突事故について見ていきたいと思います。この事故は2020年5月8日午後11時過ぎ、福岡福津市の国道で起きました。そして軽乗用車を運転していたドライバーと普通自家用車を運転していたドライバーの2人が死亡してしまいました。事故内容は、男性 A の車は事故現場の約500メートル手前で別の1台の車を追い抜き、男性 B の車に向かって逆走を始めたそうです。当初は中央線をはみ出したということで、考えられる原因がよそ見していたか、居眠りか、体調不良などが挙げられていました。また最近ではスマホを見ながら運転していて気づいたら反対車線にはみ出していたということも多くなっています。しかしこの時、男性 B の車両までの距離は約200メートルあり、付近の防犯カメラや目撃証言から事故直前のスピードは時速 150km にも達していたことが分かったそうです。向かってくる車を前にした男性 B はハンドルを左に切ったそうですが、男性 A はハンドルを右に切り追うように衝突し、現場にブレーキの跡は残されていませんでした。さらに警察が捜査を進めたところ、異様なことがありました。男性 A の車内には植木などを切るための刈り込みバサミが喉に当たるようにハンドルに固定されていたことが判明しました。刃先は開かないように紐で巻かれていたそうです。警察は現場の状況と二人に面識がなく、男性 A が自殺するために巻き添えにする形で男性 B を殺害したと殺人事件として立件できると判断しました。男性 A は普通乗用車を運転、福津市の国道で対向車線の軽乗用車と正面衝突し、軽乗用車を運転していた30代の男性 B を殺害した疑いが持たれています。そして男性 A を死亡のまま殺人の疑いで書類送検されることになりました。警察の捜査で容疑者の殺意を裏付ける状況が徐々に浮き彫りになってきました。男性 A は事故の2、3日前に家族に自殺をほのめかしていたようです。全く関係のない第三者を巻き込んで自殺することを拡大自殺といい、非常にショッキングで悲惨な事件です。原因としては自分の社会への怒りをアピールしている可能性があるそうです。また恨みを抱えたまま、大きな敵意を抱えたままひっそり死んでいくのではなく、せめて死ぬ時ぐらい注目を集めたい、そんな歪んだ心理が背景にあると考えられるそうです。亡くなった男性 B は妻と子供3人と5人暮らしで、いつも子供と一緒にいる明るい父親だったといいます。男性 B の親族は悔しいとしか言えない、なんでそこでたまたま帰ってきてと言いたい、あの世で幸せにとか言いたくない、帰ってきてと言いたいと語っていました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価もぜひお願いします。